吉田さんお疲れ様ですラーメン店ね閉店したんですよでこの1月から7月今年のね1月から7月って去年の3.5倍のペースでラーメン店って閉店してるんですよでこれっていうのはひとえにラーメンにかかる原材料費の高騰とそれから燃料費の高騰ですねこれがもう完全に行き詰まっちゃったって形でラーメン店がどんどん廃業に追い込まれてるんですよねでラーメン店ってのはお金が 元々貯めにくい商売なんでだから相当長くやってるところもその負債にもう完全に見通しを失ってねで価格を急激に上げることもできなくって上げたとしても一時的なお客さん離れによって一気に潰れてしまうってことがあるそうなんですよ。でラーメン店って融資が受けにくいビジネスモデルの一つでもあるんでね非常に厳しい状態だなというところが言えます。 でそうやってラーメン店が潰れていくとラーメンファンはいなくなるわけじゃないですから生き残ったラーメン店にこう人が集中すると自然生き残るラーメン店ってあの最小購買数的なお客さんの好みを提供しているところつまりチェーン店が多いんですよねだから個性的なラーメン店って、まあ、常連さんね数十人とかでやってますからもう完全にそういった独特の味を求めてる人ってのは死に絶えてしまうわけですよねだからどんどんどん,どんラーメンの味も 確実的になっていて個性的なラーメンっていうのはもうでにカップラーメンぐらいしかもうね選択肢がなくなるんじゃないかなというところがありますただし逆にライバル店が参入しないような細々とやっていてそれこそね老夫婦が2人で切り盛りしていて夕方しか開けないよみたいなそんな YouTuber 大好きみたいなね独特なラーメン店っていうのはこれからもう白、ん、色申告しながら生き残るんじゃないかなと、うん、まあでもねそういったラーメン屋も後継者いないですからね 楽しめるのもあとちょっとってことになると思いますまあ、その中でラーメン店のショート動画がちょっとねバズったのかなと思いますけどもね